おはようございます。本日2022年8月24日時刻は午前9時6分です。これから、個別のミーティングが9時半からね、シャンバーハウスの方でありますので向かいつつ、ちょっとね一瞬だけね、朝食ルームをまだ行ったことがないので覗きたいなと思います。食べてる時間ないかなと思うんですけどね。とりあえずじゃあ今日も頑張っていきたいと思います。このね、ここにもありますので、これに乗ってみますね。おお。先ほどのミーティングではどのイベントに参加し何を発表するのかについてスケジュールとマッチングが行われました。 IWP の参加者は滞在中リーディングとプレゼンテーションを最低1回は行います。リーディングは詩人だったら詩を、小説家は小説の中から抜粋して読みます。その際もちろん自己紹介とともに作品についての簡単な説明も行います。プレゼンテーションは2種類に分かれていて、一つは執筆にまつわるいくつかのトピックについて発表するもの、例えば移住や移民と創作行為について、あるいは翻訳ということについて等ですね。これは市の公共図書館で行われます。もう一つは大学院の世界文学の中での文学の最前線みたいな感じのタイトルですかな。とにかくそういう授業の中で行われるもので自分の創作について発表します。テッドトークみたいなやつですね。いずれもだいたい持ち時間は30分ほどです。で、今シーズンはね参加者が多いので基本的にどちらかを選ばなくてはいけなくて、私の場合はね大学院の授業を選択しました。
白いですね。アジア系の素敵なナイスガイさん。こんなに高くなるのか。めちゃくちゃ大きいですね。そしてね、すごい薄いね。日本のってどうでしたっけ。日本のより薄い気がしますね。最近のアメリカはてっきり皆さんこちらを求めかと思いましたけど、これも求めるようになったんですね。やっぱりダメですね。いつまでも一つのステレオタイプにね、とどめておいていけます。そうだ、ポットが欲しいんだった。思い出した、電子ポット。音はひどいんですけど、ほんとひどくて、あれちょっと待ってください。これが売り物になるっていうところがね、これはまだ売ろうというところ、その心意気に私は感じましたけど、まあでもね、中身はね、一応ちゃんとパッキングはしてあるんですね、まあ後からパッキングの可能性も高いですよね。じゃあまあ、ちょっとなかなかね、小さくてね、小ぶりでね、扱いやすいと、持ち運びやすいというのと、まあね、そのお値段もね、まあこの包装ですからね、日本だったら多分お値段などつかないと思うんですが、一応ね、ここも一応ね 11.99 にしていただいてるんですね。4ドルも安くしていただいてるんですね。てか4ドルだけかみたいな、半額ですらないのかという感じですけどね。はい、札幌市場あれですよ、桃福で、ジャスミンライスでしょ。ホットスパ、ちょっと美味しそう。辛ラーメンさすがにあるね。ここはそういうなんでしょう。異国の、お、我らが醤油もありますね。ソイソース、キコマ。あ、ちょっと原因もあるね。オーガニックタマリ、どうする、佐藤さんが作ってる。ここはちょっとポップすぎるんじゃないですか、お醤油には。
本だとコンビニはまあ定価だけどスーパーだと安いみたいなところがあるじゃないですか。全然そんなことなくて、本当に水とかも、ね、これ 1.99 だから、まあ2ドルとしてね、日本円で268とか268円とかですね。ごめん、それは私が買った日のレート、空港のレートで今換算しましたけど、ですよ、めちゃくちゃ高くないですか。だからね、確かにこれはスタバでコーヒー飲んだのとあんま変わんないなっていう、だからみんなあんな風に頻繁にねカフェに入ることで水分補給してるんだなと思いますよね。ベストバイにちょっと行ってきたいと思います。車でも行ってあげるよって言ってくださったんですが、すぐそこなのでね、先ほどのお二人はね車に乗り込んでいらっしゃるので、じゃあ私が買うのを待っていただくのかもしれないので、ちょっと急いでね、本当に商品を、だったら走れと思うじゃないですか。暑いですよね。まあそのまあ、日本の暑さほどじゃないとはいえ、ね、昼は、ね、日差しがすごいし、ね、照り返しも結構あります。ベストバイ行ってみましょう。確かにこれベストバイだ。まずこれをね、ちょっとやってみようか。ハサミがね、ハサミ買い忘れたと思って、唯一買い忘れたものハサミですよ。じゃじゃーん、どうだろう。あ、はい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 、よくね安いビジネスホテルとかで見るタイプですね。はいはいはい、ここにこうするタイプ、こうこういう感じですね。じゃあちょっとこれをねセットしてみたいと思います。それではね、いただいていきたいと思います。これだよね、アイオワローカルテイスト、いってみたいと思います。
のシステムを改めて紹介しますけど、要はこのワンチケットで、これね、このお店のどこでも、まあ、いわゆる一口サイズのものをね食べれるらしいです。なので我々、私はね5枚まず買いました。これあれじゃない、インドカレーだここはなんと相撲寿司&ラーメン店です。これはね、アメリカのお寿司ですね。こういうタイプ、いわゆるアボカド、こういう相撲って店ですねこの名前の漢字からして日本人ではない気もするね。おう、ドリンクですね。ラップですね。かわいい。めっちゃおいしそう。クリチのクッキーかな。カイツの店を外せないでしょ、皆さん。さ、アメリカって感じですね。クッキーを作ってさ、売るっていう例のあれです。チキンですね。ここまでかな、多分。そうですね。ミニバーガーみたいな、ミニハンバーガーですね。アンちゃんの澄んだ目に見つめられると心が痛みますね。This was fun.
さて、どうしようかな。そうするとチケットが全部なくなっちゃうんだよね。Here we go. Enjoy, you bet. Hi, mac and cheese. Just three tickets. Oh, yes. Thank you. Perfect. Thank you, Sammy. But, okay. Are you doing mac and cheese as well? Okay, thank you. A little bit of cheese?チーズです。めちゃくちゃいい笑顔でやりましたね。もうめちゃくちゃいい笑顔でしたね。この笑顔でマクチーズとか言われたらねもう思わずチーズもつけちゃおうかと思いましたよ。美味しいです。Is that what you gain? This? Yeah. Thank you. I can't get you. Oh, sorry. Can't take forever. Stuck up. すごいシステムを見ましたね。注ぎ口が壊れてるんでしょうか。ただにその方が効率がいいからでしょうか。
ever had. There were choruses and sing-alongs, that unspoken feeling, knowing that right now is all that matters.